Okay, hello gangs, welcome back with Madende. I did it twice. Let's go. I forgot to turn off the mic volume. Let's go. Stage 5. Chapter 1. Oh, story. This is. 様、我らロストに逆らってただで済むと思っているのか？ロストには服従かしか。覚悟はできているのだろうな。Red Demon. カッ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 カ。Red Magnus. I mean Red Magnus. 笑わせんな。こっちはそのロストに喧嘩売ってんだよ。いいから早くかかってこいよ。あいつは。ああ、嫌な予感が当たってしまいましたわ。そうです、キリア様。あの猿がレッドマグナスです。相変わらずの筋肉バカのようで、きっと脳みそがストーンゴーレムでできているに違いありませんわ。I bet it is。もう一度だけ命乞いのチャンスをやる。服従か。それとも死か。うるせえ。うるせえ。そっちが来ねえなら、レッドマグナス。こっちから超絶行くぜ。That's actually good skill. カカカカ。だらしねえぞお前ら。ロストが聞いて呆れるぜ。お前らじゃ相手にならねえ。さっさとボイドダークの野郎を呼んできやがれ。まるで狂犬だな。おお、おお、セラフィー。へえ、すんげえ闘気を放つやつがいるじゃねえか。お前がボイドダークなわけねえよな。なわけねえよな。ってことは、いよいよロストの魔将軍のお出ましってわけか。この猿、私の存在に気づいていませんの？灼熱魔界の魔王、レッドマグナスか。なかなか手強そうなやつだな。Let's beat him. Gars. またお食事ですの？メガトンブタのチャーシューをたっぷり乗せてキメラビーフとダイオウザメの骨のダブルスープで仕上げた絶滅危惧チャーシュー麺だ。チャーシュー麺。てめえ、俺様との戦いを前にして飯を食うとはいい度胸じゃねえか。そんなに腹が減ってるならこのシャクランの魔王レッドマグナス様が極上の炎を超絶味わわせてやるぜ。 Yep. Let's go. その陶器やっぱただものじゃねえな。お前ロストの魔将軍か。俺様の首を取りに来やがったのか。いや、俺はボイドダークに用があるだけだ。もしかしてお前もボイドダークの野郎に喧嘩売ってる口か。カッカッカー、マジかよ。俺様の他にそんな奴がいるとは思ってもみなかったぜ。だったら仲間と言いたいところだが、男と男がひとたび戦場で向き合った以上この戦いやめるわけにはいかねえよな。いや、俺は別にやめても構わないが。おいおい、そりゃねえだろ。俺様はよ、お前みたいな強い奴と戦うのが超絶楽しみなんだからよ。うっせえな。なるほど、いい趣味だな。だろ、さっきから超絶ワクワクしっぱなしなんだ。だからよ。 OK。 おお、何？
これぞ俺様の魔王技、オリンピア超合金のオリンピア。全筋肉が2倍のサイズ、強さも2倍になって、あらゆる敵を圧倒する超絶能力だ。ちなみに時間切れになると元に戻ってちょっぴり筋肉痛になる。You don't need to tell me that. Okay. Mm-hmm. Yep. Tutorial overload.What is that? Okay. Overlord. Mm-hmm. Turn into a giant. Super Olympia. Tagarama Battle.Alright, so I'm gonna save Killia for、the fight with. The fight with、Red Magnus. So. Yeah, that's that. Oh, he's. Oh, okay. さあ、始めますよ。Oh no! ビビんなよ。さっさと終わらせるぞ。そこぶひ、どうぶひ。さ、何するぶひ。力がみなぎる。さて、どうする。それ。Oh, I forgot.The trajectory. So what is overload? He doesn't have one?Oh yeah, he don't have any overload. Okay. Ikimasu wa yo. Okay then, let's go. Red Magnus. Wait, he's already small.
よっと。さて、どうする？無理はなさらないで。力がみなぎる。素晴らしいですわ。素晴らしいですわ。お前の負けだ。強くならなくて。Whoa, 400. Wait, he's dead? Just dead? Okay. We're so weak. Okay. Kakaka! Yadu janeka, so konakchana! Danga, ore sama no honki wa mada mada konna mon janee!お楽しみは超絶これからだぜ。おやめなさい。脳みそ筋肉の猿がいくら挑んだところで私のキリア様には勝てませんことよ。なんだとこの甘。お前ってあれあれ、お前は確か、確かに今頃気づきましたの。そう、私は戦場に咲くラフレシア、絢爛魔界の魔王セラ。そうだ、絢爛魔界のジャジャウマ姫だ。ジャジャウマ、ジャジャウマ姫ではありませんわ。今はもう絢爛魔界の魔王ですのよ。魔王セラフィーヌ様とお呼びなさい。そうそう、セラなんたら。超絶思い出したぜ。セラなんたら。でなんでお前がこんなところにいるんだ。それは私のセリフでしてよ。灼熱魔界の魔王であるあなたが何故この地で、しかもたった一人で戦いよ。それはお前、日頃のストレス発散にロストの連中と遊んでやってたに決まってるだろ。 Am I in way? Let's hide it. なんだよその面は。何か言いたそうだな。お前の戦いぶり、内なる怒りをぶつけているようだった。うちなる怒りだ。超絶意味不明なこと言ってんじゃねえよ。そうか、俺の勘違いか。すまなかったな。なんだよ、悪魔のくせに謝るなんて妙なやつだな。まあまあ、わかればいいんだ。じゃあそういうことだから、これからよろしく頼むぜ。はあ、何がよろしくなのよあんた。お前らもボイドダークに喧嘩売ってるんだろ。俺様も同じだ。だったら一緒に超絶盛り上げようぜ。 Well? 私、戦力になる男は大歓迎ですけど、デリカシーゼロの猿だけは遠慮しますわ。分かったら山へお帰り。ちち別にいいじゃねえか、やるもんじゃねえんだしよ。一緒にやろうぜ。勝手にしろ。キリア様、ちょっとキリア様、私は反対だと申し上げておりますのよ。よし、決まりだな。じゃドドーンとド派手に行こうぜ。俺様はレッドマグナス。近いうちにボイドダークの野郎をぶっ倒して最強魔王になる男だ。超絶よろしく。くにににに。に私の意見を無視するなんて、二人ともいい度胸ですわね。まあいいですわ。これもボイドダークを抹殺するまでの我慢ですものね。許して差し上げますわ。せいぜい二人とも私のために働いてもらいますわよ。あのキリアとかいう男。ああ、this guy。何ですか、この馬鹿げた潜在魔力は。大変な危険人物です。しかし、利用価値はありそうですね。史実によると、魔帝ボイドダークに滅ぼされた。あるいは支配下に置かれた魔界の数は、この時すでに全魔界の 30% を超えていた。これに進撃魔界、有限魔界、
残骸魔界などもはや風前の灯火となっている魔界を加えると全魔界の半数に及ぶ勢いであった。一方で強烈魔界、巨鏡獣魔界、我流魔界といった大魔界の牙城は崩されておらず、魔帝による恐怖支配に反感を持つ悪魔たちは大魔界の魔王による反撃に希望の光を見出していた。Oh, it's Anne. Okay. That concludes the first chapter. 私セラフィーヌ、全宇宙の富と名声を欲しいままにする魔性の女ですのよ。この世の男はすべて私のもの。さあ、ひれ伏しなさい。愛しいセラフィーヌ。お前は誰にも渡さない。どうか、俺と結婚してくれ。誰だ、こいつは。誰。ちょっと待った、セラは俺様のものだ。誰にも超絶渡さねえぜ。誰だよこいつ。次回セラフィーヌ物語第2話、愛ゆえに今宵あなたもフォーリンラブ。あなたたち頭大丈夫ですか。頭大丈夫。Yes, I earn a trophy. What? Okay. Oh yeah. In this PC, I haven't played. So, okay. Into the next chapter. Yare yare, 騒がしいな。何事だ。落ち着いている場合ではありませんわ、キリア様。緊急事態ですのよ。ロストが攻めてきたのか。いいえ、私の洗濯物の中にあろうことかレッドマグナスの猿の下着パンツが入っていましたのよ。パンツ。なんだそんなことか。くだらない。くだらない。くだらなくありませんわ。私の純潔が怪我されてしまいましたのよ、あのけだものに。おーい、セラ。Now this is reminds me of Snow. 気安く呼ばないでいただけませんこと。だってお前の名前長えし、セラでいいだろ、セラで。ところでよ、俺様のパンツどこに干した。夜道へ送って差し上げましたわよ。あ、今のどういう意味。お前のパンツは捨てられた、そういう意味だ。なんだと、あの虎柄はお気に入りの一丁羅なんだぞ。まったくデリカシーゼロですわね。あの男が近くにいると思うだけで心の平穏がかき乱されてしまいますわ。せめて家賃をがっぽりむしり取ってやろうにも、あのアホと来たら、魔王のくせにたったの1ヘルも持っていませんし、いっそあいつの首を刈り取って賞金に変えてしまおうかしら。まったく想像しい連中だ。What is that? I forgot. 仲間か。お前もつくづく懲りないやつだな。仲間じゃない。俺にはそんなものは不要だ。とか言いながら結局一緒に行動しているじゃないか。お前は血塗られた復讐者なんだ。仲間なんてものは似合わない。それともあの時の光景を忘れたのか。What happened?Yeah, this image always pop up. 忘れるものか。復讐だけが俺を支えているんだ。そうだ。お前にはもう守るべきものはないんだ。怒りに身を委ねろ。俺を解放するんだ。そして全てを破壊してしまえ。
第2話魔将軍。Okay. まだか、まだ見つからぬのか。閣下、辺境の活血魔界に反逆者が現れました。反逆者の手により活血魔界に駐留していた主力部隊は壊滅した模様です。閣下私ボイドダーク様の第83代目秘書官を務めておりますエリンギ伯爵と申しますが、誠に恐れ多きことながら我が主偉大なるボイドダーク様のお言葉を代弁させていただきますが、ご本重要な報告だというからわざわざ時間を割いてやったというのに、その程度の内容で終わりだギャ。いえそのたかがアリの行動をいちいち気にするドラゴンがいると思うギャ。反逆者と分かっているならお前が殺せばいいだけのことだギャ。なぜわざわざ報告する必要があるギャ。それとも辺境に配備された弱小部隊とはいえ我が兵を無駄に失ってしまったことに対して責任を取りたい、そういうことだギャ。違う今アビア。くだろ。ボイドダーク様、進撃魔界、有限魔界、残骸魔界の制圧滞りなく完了いたしました。おお、さすがは魔将軍ブラッティス殿、そなたの働きには魔帝ボイドダーク様もご満悦だギャ。これで全魔界の 60% がボイドダーク様の手中に収まったギャ。そのまま周辺の魔界も飲み込むんだギャ。はは、承知いたしました。 OK、 スキルショップ。This is kind of important, so let's check it first. Innocence, oh yeah, there's, you can buy innocent in this game too. Not like another Disgaea. We should talk to citizen of the Pocket Netherworld to gather information about the loss. Okay. Oh, we can talk with... Let's talk first. Yes. Yeah, let's check it first. Enhance skill, learn abilities. Yep.So, you can enhance skills, but it costs quite much. Let's hide this. So I got 53 mana. Mana use is 80, but the SP use is increased by around 4.5. That's quite much, so you're not gonna do that.And for abilities, there's quite much here. I'm gonna find it later, I guess so. But there's one thing that we haven't unlocked, so I'm not gonna use this for now.And yeah, that concludes the chapter 1.
So, thank you guys for watching. Please leave a like and subscribe. That helps me a lot. And until the next video with Madende, high five. Let's go.